今日はですね、私レオン角匠と株式会社ブルーブルーさんのねコラボで、作りましたエビコン、もうすでに発売になってますけど、このエビコンと、それからおそらくどれぐらいだろうな、2022年の春発売になるのかな、エビコンのミニバージョンのアミコン、はい、この2つのね、ちょっと一風変わった今までにないタイプのプラグに関して私が監修、僕が監修してますけども、実は裏側にはねプロフェッショナルなデザイナーさんがいるんです。で、僕としては僕一人で作った作品ではありませんので、ぜひそのデザイナーさんとね、対談形式で、開発秘話みたいなものを語っていただきたいなと。まあ僕自身もね、いろんなことを質問しながら、どうだったのかというね、その舞台裏みたいなものを僕自身も覗き見したいと思いますし、おそらく視聴者の皆さんもね、その辺、知りたいんじゃないかなということでね、企画しました。はい、ということで、株式会社ブルブルの普段は皆さんの目には入らないところでね、舞台裏で一生懸命ブルーブルーさんのねプラグのデザインをしてらっしゃるプロフェッショナルの泉龍吾さんをねお呼びします。はい、泉さん、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。初めまして、私ブルーブルー建山室工場長を務めてます泉と申します。インクス代表格です。よろしくお願いします。今回はい、実は初顔合わせなんですよね。いや、そうなんですよね。はい、お世話になっております、いつも。いや、とんでもないです、こちらこそ。初対面でいきなりあれなんですけど、はい。イケメンですね。じゃあですね、イケメン推しなのは、若いのがもう一人、高橋っていうのがいますんで、私はそんな、本当、もうおじさんなんでですね。はい。いやいやいや、ブルーブルーで高橋さんといえば、船長さんしか知らないですけど、テスターさん。ああ、友谷さん、友谷船長ですね。友谷船長。船長はできる高橋なんですけど、ちょっとポンコツの高橋の若い方がいましてですね。ポンコツ高橋さんもちょっと会ってみたいですね。はい、まあイケメンなんですけどね、本当に。なるほど。今日はエビコンとね、はいはい、アミコンの、まあ僕はあくまでも監修させていただいてますけど、はい、はっきり言って僕がそのモック削ってあれしてこれしてって細かいところまでやったわけじゃないというのをね、僕はあえて買っていただく方、使っていただく方、皆さんにもね、知っていただきたいんですよ。なるほど。ゼロから僕が作った作品もありますよ、過去には。はいはいはい。うん、あるんですけども、今回はちょっと違うよと。なぜ僕がブルブルさんとコラボして、エビコン、アミコンなるものを作ったかという、まあ、経緯も含めてですね、これ後でちょっとお話、泉さん、龍吾さんもご存じないかもわからない、なぜそんな、ことを考えたのかという。あ、ちょっとそこの経緯、私もそうなんですよ。存じ上げてないので、ちょっと聞いてみたいなと思ってます。まあ、そこも含めてね、せっかく皆さんにね、購入していただいたり、使っていただいて、楽しいツールしていただくんなら、そこも、知っといていただきたいな。そうですね。これが一つ。もう一つは、我々のこの釣りの世界には、自分一人で全てやる人もいれば、どういう意味かというと、そのまあプラグで言えば、ウッドを自分で削って ね、もう作って作って、でバランスも取って実調も繰り返して、うわこれすげえのができた、でそれを元にそのプラスチックのインジェクションで作る ABS で作る、プラグを作るために、今度はね、木を削ってウッドのプラグを作ることができても ABS のインジェクションって普通のルアビルじゃ作れませんもんね。そうですね、それなりの知識だったりようになってくるので、まず 3D の CAD 図面がいじらなきゃ、 そこで立体図面を書いて、でそれをもとに金型を金型工場に作ってもらわないといけないですよね。そうですね、金型にするためのルールみたいなのもやっぱりあったりしますし、ですよね。その際にその自分が勝手に作った 3D の図面ポンと放り込んで製品できる方、そう甘くないですもんね。いくつもそこに壁や階段があって、そうですね、そんな親切な金型屋さんこの世にないので、ないですね。でそれを通り抜けて金型できました。でインジェクションして打ち出しました。でまあそれがいわゆるプロトってやつですよね。そうですね、金型版のファーストショットっていうような。でそれを実際に泳がせてみたら、あれ全然ウッドとちゃうじゃん。ああ、もう全然。
全く別物、ね、その違いは多分悲惨なもんだと思いますね。もう素材の比重が違うし何が違うしって、そもそもウッドはなんか空洞じゃねえよっていう話もあるし、ね、そうです、うんうん、まあそんな中で何が必要かって言ったらプロフェッショナルの手が必要なわけですよ。はいはい、はい、それがまあまさしくプラグではブルブルでは泉龍河さんということになるわけですけど、あのこういうなんだろうな、物を作る上でのその舞台裏側思いとか情熱とかいろんなことが見れることの楽しみって僕自身が持ってるんですよ昔から、うんうんうん、うわすっげえなこんなことまでして作ってくれるのかっていうのがねあって、まあそれは皆さんにもちょっと垣間見ていただきたいな、見てもらえるんじゃないかなと思ってちょっとお願いして、無理を申し上げたんです。いや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 、あの3回ぐらい私がっていう風に私が出るの、はいはい、みたいな感じで聞いて、あのあいやいや、あの賀来さんが出てくれって言ってるんでっていう感じだったので、いやもうあの正直賀来さんのことはこの業界に私が入る前からもうあのいろんな雑誌の表紙とかを飾られてた方だったんで、もちろん、あの知ってましたし。そうなんですか。うわ、いやいや、そうですよ。で、まさかそんな一緒にこういうふうにお仕事ができるだとかっていうふうには全く思ってなかったので、そういうふうに、もうプロとのお話をいただいたりだとかした時点で、うん、マジかよっていう、ちょっとなんか緊張はやっぱりありましたね。まあ正直ね、あの話したのが本当今日初めてですから。いや、そうなんです。はい。実際、どういった経緯、アイデア、その、なんて言うんでしょうね、その、やっぱプロフェッショナルの立場だと、プロの立場でしかわからないことがたくさんあるんですね。まあ僕自身も全くこのプラグを作る知識がゼロでもなければ全く作ったことがないわけでもないけど、あくまでも僕はアングラーですからね、釣り手であって、だからこんなものがあったらもっと釣れるぞっていうイメージはもう明確に自分の中で自信持ってあると思ってますし、まあ過去にもいろんなメーカーさんのプロダクトに参加させていただいてやってきましたが、今回のそのエビコンアミコンに関してはそこのキャッチボールをあえてしないまま来たんですよ、うん、基本基礎アイデアが形になって生まれた、そこそこ売れ筋のメバルプラグなんかもあったり、うん、まあ、いくつかそんなことをこう重ねて経験してて、はいはい、まあ、4年5年前から、自社ブランド、自分のブラ自己ブランドのインクスレーベルをオープンして、まあもう全く今度は好きに作れますよね、自分の、まあまあ、あの縛りというか規制がなくなっちゃうんでですね、売れようが売れまいが全部自己責任です、全てが。そうですね、うん、でさあ、あれ作ろうこれ作ろうってなるわけなんですけど、まあそんな中で、ね、展示会、業者展示会ですね、問屋さんの、はいはいはい、で初めて出展させていただいて2年目3年目4年目もう5年目入るわけですけど、はい、よくブルーブルーさんがすぐ近くにブルースができたりするんですね。もしかしてうちのあの黒い太い人ですかね。黒い太いごつい人ですね。あの人ですね。はい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 。で、何度かその展示会でご一緒する間にどん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 仲良くなっていって、はいはい、代表とは僕ほとんどお話したことがないですね。あ、そうみたいですよね。はいはい。一回だけ西日本釣り博、で、パーティーで。あ、なるほど。大会のじゃないですけど。そうそうそう、みんながこう中央ステージやテーブルでガー寄ってるのに、インクスの僕3人とブルーブルーの代表以下3人が壁際にこうオードブルだけオードブルとビールだけ持って壁際に行ってあの群れとは離れてこうその時にちょこちょこっとお話ししたぐらいなんですけどまあまあ余談ともかく、そんな中でブルーブルーさんってすげえ面白いプラグ作るなとまず思ったのね、スネコン。ああ、まあ、ですね。あのスネコンって、僕にもすごいショックがあったんですよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。俺にはこんな発想絶対出ないなっていう。まあ、今までもね、世にないものを監修させていただいて手がけてきましたけど、あのスネコンちょっとギョッとさせられたんですね。
拡散のそういう目で見てたんですね。それ初耳です。うん、でいや、これちっちゃいの出たらメーバルめっちゃいいだろうって、あんなじゃスネコン50出て。めちゃくちゃいいじゃないですか。いや、失礼しました。まあ、まずそこなんですよ。なるほど、なるほど。これ、誰が作ってんだってまず思いますよね。あれ代表ですよね、多分、ね。あれはそうですね。もうあの元のアイデアは代表がやってて、私も最初聞いたときに何言ってんだこの人と思ったんですけど、そうです、そうです。明確なビジョンがあって、でただあのスネフコンがスタートしてたときはまだ私が開発に従事する前だったんですよ。おお、なるほど、なるほど。そうなんです、そうなんです。じゃあ他の方が実際の見込みはね、やられた。対話やられてたんだと思います。まあ、少なくともその村岡代表であり、はい、今インクス代表の僕がですね、明確なビジョンがあって元のアイデアとかデザイン基礎デザインというのを出すわけなんですけど、うんうん、これが形になるまでは形にするプロフェッショナルが絶対に必要なんですよね。同じ僕がアイデア出しても出口変わるんですよ。あー、なるほど。ラボが変われば、はい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 、それは分かります。はい、でしょ。はい、そうするとね、あのスネコンを生み出したラボさんに僕のアイデア投げ込んだらどんなことになるのかっていうのが発想なんですよ。これは素直に一アングラーとして見てみたかった。なるほど、なるほど。あのスネコン、あの発想が出るとこだもんって。これ絶対何かがあるよ。絶対に、インクス側だけの、プロダクトではもう絶対に出てこない違った経路のものが出てくる。つまりマリアージュってやつですね。はいはいはい、これをね、僕なんか知らないけど当時バッとひらめいて、もうガーッと自分の中で盛り上がって、これ絶対ある、あの僕自身自分の人生で思うんですけど、なんかそうなった時には絶対いいものが出てくるんですよ。なるほど、なるほど、なるほど、わかります。そういうなんか運命背負って生まれてるんだ気がするんです。もう過去に所属したメーカーさんでもそうです。うーん、あーってなって、あの半分嫌がらながらでもやったやつって大体大成功してるんですよね。だから典型ってやつですよ、あれきっと。はいはい、勘というか何というか、うん、長年のですね、もう天の啓蒙ですよ。天が開いてくれたんですよ。だからそういう時僕譲らないんで突っ込むんで、やりましょう、なんとかお願いしますって強引にでもやっちゃうんです。ということでなるほど。話がスタートしたと理解してください。ね、代表にちょっと聞いてみてって言ったら、なんか心よくいいでしょう、やりましょうみたいなお話になって。そうです、そうです。うん。それからスタートしたんですけど、今日ね、この対談で僕、リョウさんに一番聞きたいのは、はい。僕はその時点では、泉龍吾というプロダクター知らないわけですよ。そうですね、はい、そうです。で吉澤さんと村岡代表しか知らないわけ。はいはい、うん、で角さん、じゃあどんなの作りましょうかって言われるから、僕がブルブル吉澤さんに投げかけたのはボトムで底立ちそうそうそう、トゥイッチかけるとピョンピョン跳ねると、するとピョンピョン跳ねるっていう、それ、ね、で寝掛かりしないように、そうです、そうです、この3つのワードです、はい私もそのままその3つしかもらえませんでした。え、あ、やっぱりそうでしょ。いや、そうです、そうです。あ、3つみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、ちょっととりあえず書いてみようかなっていう感じで書き始めたのが、そうですね、経緯ですね。で、まあ、たったの3つのお願いっていうか、非常にその乱暴なね、あらましな、コンセプトしか伝えないんですよ、わざと。それある程度、それは、ね、スケッチ書いてってことはできますよ。うんうんうん、でもそれだと完全に僕のニュアンスだけのルアーになっちゃうんですよ。はいはい。で、そうですね、大変失礼な言い方すると、自分でラフ書いて何枚も書いて、でそれでちょっとできる人に型作ってもらって作るんだったら、もうそれはインクスレベルの製品にしますよ。まあいやいや、そうですよねわざ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 出さないよね、わざわざ出さないよって話ですよね、うん、わざわざ出さないよって話になるじゃないですか。だから僕が期待したのはそこじゃないんですよね、うん、最初のお話したように、何か僕だけじゃ絶対に生まれてこないものが生まれる、なんか知らない典型という予感があったから、これはっていうことになったわけだから、なおのことそのラフスケッチを出すようなことは僕はやめたんです。うん、うん、3つの要点を押さえてください
といえば何が出てくるんだろう、ワクワクっていう話です。なるほどですね。なるほど、なるほど。で、サンプル届きましたよ、形になったものが。はい、はい。これはアミコンじゃなくてエビコンですけどね、レギュラーサイズの。そうです、そうです、そうですね。で、早速、うわー、なんだこれって感じだけど、まあ、とりあえずって結んで持ってって、僕はあの川のすぐ近くに住んでます。あ、そうなんですね。まあ、淡水ですから、ちょっとあれなんですけど、とりあえずって、ワンコ連れて河原まで行って投げて泳がせて、おお、なんだこれってびっくり。でこれはちゃんと塩、ね、塩水の中で浮力のある中で使ってみなきゃいけないっていうんで、土日になったら行って動かします。うん、うわー、でテストしてる際っていうね、カサゴ飛びついてきたんですね、昼間に。うわーって、でそこで使うもんなんだけど、これ表層で巻いたらどうなるんだろうって興味があるから、まあ僕はボートも持ってますので、ちょっと夜いつものポイントに出かけたら、 まずシーバスが食ってくるんですね、簡単にね、要するに。で、あの、まあ、つまりね、何を言いたいかというと、修正点を探しに行ったわけですよ。はいはい、うん、で困ったんですよ。でこれは後に話が出てくるし、泉さんも頭の中にあると思うんだけど、あの修正点が見つかんないのよ。いや、いやいやいや、いや、ちょっと待てよになったの、本当に。いや、あのね、逆に困るのよね。いや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 、そんなそんな。いや、もう、最初、ただその、リスタートが遅かったんですよね、一番最初。私としては、こう、大体こんな感じだろうなっていう叩き台のプロトで送ったものの、リスタート、うん、あの、フィードバックが遅かったんで、はいはい、そんなに投げ込むような感じのものじゃないと思うんですけどねぐらいにまだ思ってて待ってたんですけど。ああ、なるほどなるほど。そうなんです。そこはね、そこはね、あの、一人一人違うのかなって、僕人のことは分かんないんで、はいはい、僕すごい時間かかるんですよ。あ、なるほど。極端な話、そのワンシーズンずっと使ってみないとここ直してって言えないタイプなんですよ。あー、なるほどなるほど。うん、だからそんなに超過上げてても SNS でも最初の1年は全く流さずに、うん、自分の中でずっと溜め込んでたんです。つまり修正点を見出そうとして行くたびに、いろんな、まあ、あの日頃からの連載ページもありますしね、あの紙面が3種ぐらい持ってるのと、あとインクスの受けもやらなくちゃいけないということで、ほとんどプライベートな釣りがないですね、はい、僕の場合ね。で仕事の釣りの合間に持っていっては、例えばアングリングソフトのロケが終了した後ちょっと投げて帰るとか、ずっと1年1年半ってこうやってたんですけど、修正点を探すために投げるわけですよ、はいはい、なるほど。こんなね、修正点が出てこないんでね、今日初めて、まあ、吉田さんには言ったんですけど、はいはい、困ったんですよ。見つかんなくて、どうなってんだこれと思って。いや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 、ただあの、その投げ込んで何個目だったかちょっと忘れたんですけど、賀来さんこれ覚えてますかね、このプロと。覚えてますか。覚えてる覚えてる。これが私にとってすごくありがたいプロトで、うんうん、で、これ、最初、この位置だったんですよね。そこはすぐ僕返答したもんね、一発で。そうです、そうです、そうです。で、いや、こっちなんだよね、みたいな感じでもらって、で、うん、結構これができるアングラー、うん、こういうふうに愛をこう自分で増やしたりだとかできるアングラーさんって、ほんと少ないんですよ。え、ちょっと待って、俺思い出した、それ、俺がヒート持ち込んだんだ、それ。そうです、そうです。バックしてもらったんですよ。もう忘れてた。あ、ですよね。ですよね。と、最初、ここだったんです。で、あの、ちょっと待って、これ自分でいじってみるから、ちょっと時間くださいみたいな感じで待ってて、あの、うん、この位置にしてくれっていうのが戻ってもらって。一番先頭ね。そうです、そうです。で、これを戻してもらったことによって、で私はその賀来さんが何をやりたいのかっていうのがより明確にこう分かったんで、このプロとは本当に私にとってすごく、なんて言うんでしょう、もう本当に有益なというかありがたいプロとでした。でこれであの泳がせてみて、自分の納得いく位置、自分がイメージしたプラグはこういう動きのプラグだったのが出たのが先端、
そうですね。鼻の上。いや、もう完全に忘れてた。いや、ですよね。いや、うん、そう、これなんですよ。もう私、あの、なんて言うんでしょう。結構、やっぱ言葉だとかイメージで、釣りってすごくこう、なんて言うんでしょうね、感覚的な表現が多いじゃないですか。はいはいはい。だから結構言葉とかでもらっても、ちょっとなん、ちょっとこうなんだよね、ちょっともうちょっとこうなんだよねっていうのも人によってこう違ったりしてて、うん、でもやっぱこういうふうに自分で手をこう加えられて、で、こういうふうにしてくださいっていうのが、ものとして返ってくると、もうすごくご私としては助かるというか、もう、これできる人、本当少ないんですよ。本当に少ないんです。その次だわ。そので、次の、プロトがその先端に愛をつけたそうですねそのものを何個か今度送ってくださってこしらえて、そうそうです、そこで送ったんですよ。その次のプロトからが僕は苦しんだんですよ。それ以上のものにしよう見出そうとしたら、あれちょっと待って、これ完成してないかとどうやっても修正点が出てこないんで、もう困り果てて、最後どれくらいだろうな、1年半ぐらい経ってたのかな、ちょっと2年経ってたのかな。開発開始が私のデータでは2018年の5月からやってるんで。ああ、そんななんだ。なんだかんだもう、そうですね、発売したのが、冬頃だったので、そうですね、結構長いこと1年以上経って、僕が吉田さんに、どうですかって言われて、いや、もう完成形だと思うよったら、って言われて、そうなんですよ。って、いじようがないぐらい、完成度が高くて、その完成度が高いっていうのは、僕が求めたその最初の3つのワードが、もう完璧にできてるんですよ。うん、あ、1点だけ思い出した。エビルのだけ直してくれって僕頼んだんだ。そうです、そうです、そうです。テーリングするんで、テーリングするんだ、もうちょっとなんとかしてくれないかって言って、そこでちょっと、そこからちょっと私の方が苦しんだんですよね。そうです、そうです。じゃあ、まずそこを聞かせてください。あれ、テーリングしなくするためにあのボディからどういうバランスに。ああ、なるほど、なるほど。うん、結局、まあ、これはテーリングしちゃったんですけど、ええ、テーリングする理由って結局、軽い力で邪悪しても、うん、お尻側がこう、なんて言うんでしょうね、止まらずにスーンっていくんですね。お尻が前に行っちゃうんですね、クラン。はい。で、要するにどこかに、ブレーキ能力っていうんですかね、ボディの中にブレーキ能力が必要になってくるので、うん、なんで、まあ簡単に言うと、お尻側にちょっと抵抗を増やして、ダートした後に、糸がこうついてたら、ダートした後にこう。水の圧力で止まるようにしたんです。そうです、そうです。それがこう行かずに、こう行くようにするっていうイメージ、うん。具体的にはどうやったらそんななんですか？単純に角をつけてあげるっていうイメージです。角？はい。面ね。で、製品版のエビコンを見てもらうと分かるんですけど、お腹側のお尻側って言ってんですかね、うん、お尻の方が結構角張ってるんですよね。はい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 、ああ、なった、そういえば。そうなんです。最初のプロトと比べると結構角張ってて、うん、そこに面を設けてあげることによって、そこで抵抗感が、そうです、そうです、ね。角が立ってますね。面になってますよね。そうです。それは気がついたよ。これそこの角っこが結構大事な役割を果たして、あんまりこういうノウハウなんであんまり言いたくないんですけど、今、拡散に求められたんで、今もう喋ってますけど。多少のリークはいいと思うんですけどね、僕はね。そうですね。この業界ではね。なので、そこの角っこをつけることによって、テールがこう、横引かないというか、滑っていかないようにして、なるほどな。なるべくテーリングしないようにっていう感じに。まあ、それ行き着くまでちょっといろいろ、あだこだ試行錯誤したりだとか、これもうフェザーフックじゃダメかなとかいろいろ考えてたりはしたんですけど。もう、フックは試しましたね。フェザーフックから何か本当にいろんなものを試したし。そうですね。まあ、実はこれ、フックアレンジの製品版のフックどうするかで、こういうフックも、ね、ありがちな、普通のダブルフックじゃなくて、可動域のある。そうですね。はい。うん。こんなの試したり、結局トリプルフックでいいじゃんってなって。この子の賢いところで、多分見ていただけてるんじゃないかなと思うんですけど、横浜のうちのテスターの地球さんと、
とんでもないガラガラのとこでやったんですけど、トリプルフックでもね、寝かかりしにくいんですよ。いや、私もそれがちょっと開発者でありながらびっくりしてたんですけど、あんなとこ攻めてて引っかからないんですかこれって、ちょっと営業の方に確認したりしてて。テトラとテトラの間の隙間を落としてね。そうです、そうです、そうです。でも出てくんだよね、ずるずる。何やってんだろう、この人たちって思ってましたね、あの人ちょっと見て。いや、だから四枠を超えるんですよ。いや、みたいですね。まあ、あの。これ、で、あの、基礎をイメージした僕も、そこまでは、思ってなかったし、実際このフォルムを作った泉さんですら、うんうん、えってびっくりするようなことしてができてる。そうです、計算はできてないです。これは完全にもうぶち上げて言いますけど、偶然の産物ですね。あっこまで回避性能が高いとは思ってなかったです。本当に、ね、で僕はね、これをね、偶然の産物と思わないんですよ。この子たちが勝手にそういう能力背負って生まれてくるんですよ、運命的に。あ、まあちょっとそういう、あ、分からなくはないです。ちょっとか、うん、そういうのが起きるんですよ。いますね。なんていうのか、出会いとその情熱が重なり合うと、ストーリーとしてね、必然的にそういうのが生まれてくるっていうのがものづくりの世界だと僕思ってるんですね。うん、だから僕はこのブルーブルー、インクスレーベルのコラボレーションを僕がバーンとイメージしたのがまさしく成就してるんですよね。正解だったんですよ。やるタイミングだったんですよ、きっと。こんなあれ信じられないですもん。だって地球さんって横浜のガラガラエリアでカサゴを釣るのをね、17年もずっとやってきた人間で、当初はテキサスが一番根がかないと思って彼はやってたんです。そうですよね。そうです。でもテキサスってね、バレット進化、弾丸型の進化の先端から、ラインが出てくるので、あれこうなったところ入っちゃったら、あれでも引っかかっちゃいますからね。刺さっちゃいますからね。スタックしちゃって、うん、じゃあどうするかって言ったら、まあ直リグとか、そうですね、フリリグとかになっちゃう。はいはいはい。でも直レグフリリグじゃ演出できないことがあるわけですね。うんうん。リグヘッドにワームの方が絶対的にいい演出ができるわけですね。うんうん、うん。テキサスでもできないし。そうです、そうです。うん。でこれがもしかプラグだったら、もっとそこの演出ができるわけですね。そうですね。ふわふわ感が増しますからね。ですね、ふわふわ感ですね。ところが根掛かりしちゃうよね。はい、あの機能能力を持って根掛かりしないものがあったら、これはもう超理想的じゃないですか、うんうんうん、そこを軽く求めてたんですけど、なんと凌駕しちゃって、実際その直リグテキサスより下手すれば根掛かんないじゃないかっていうぐらい根掛かんないんですよ。いや、それはちょっと私もまた聞きだったんですけど、すごくびっくりしましたね。そんなわけないだろうってちょっと言っちゃったんですけどね。ああ、もう作り手がそう思っちゃうぐらいだもん。だから偉いよね、このエビコン君は。自らがそうやって生まれたというか成長したというのか。いやね、やっぱりこの頭のところも全体的にこう丸くなってる、丸くなって、この太さって言ったらいいんですかね、このアーチ状の形がちょうど良かったんでしょうね。これが逆に尖りすぎてても、テキサスと同じような形に、結果になってたかもしれない。間違いないですね。これ、改めて聞くんですけど、はい、僕はこのフォルム、この形を一切イメージするようなスケッチも書いてもいなければ、はいはいはい、口に出して言ってないですけど、この形に最初に言ったその発想みたいなのが、ちょっとざっくり話していただけたらなと。まあ、やっぱり沈んでダートさせるっていうことで、一番最初に連想したのはシーバスのバイブレーションとか、そういったものを連想したんですけど、引っかかっちゃうじゃないですか、単純に。はい、あんなの話にならなくいいぐらい引っかかっちゃうので、うん、じゃあもっと太くしていって、で、やっぱりボトムで立ってほしいっていうことだったので、この顎の部分って言ったらいいんですかね。この部分ですね。この部分のデザイン、はい、その、これ、綺麗な平らではないんですよね。微妙にアーチして、はいはい、微妙に丸くなってますね。そうなんですよね。で、これが平らの方が確かにこう綺麗にスタッと立ったりはするんです、ただやっぱりテトラだとかガレバとかだと、相手が綺麗に平らなわけじゃないじゃないですか。はい、相手もやっぱりこうゴツゴツしてるところだったりするので、綺麗に立たなかったりだとかするんですね。うんうん、なので少しこうアーチ状にした方がいいだろうな、いろんなボトム形状に対応できるだろうなって思ったのと、なるほど、はい、あとはこういうふうにアーチ状にした方が、なんて言うんでしょうね、だるま起こしみたいになって、あ、ゆらゆらしてくれるし、そうです、そうです、そうです、起き上がりも早いし、そうです、起き上がりも復帰も早いし、結構結局これ最後お尻の方を太くしたことによって浮力も増して、
結局こうその相乗効果でフラフラしてくれるんですよね、ステイで、うんうん、だからそういう風なところも狙ってこういった顎の形状と、うん、まあ、バイブレーションをモチーフにして、ここのこの見た目はですね、横からの見た目はバイブレーションをモチーフにしてるんですけど、うん、こっちからの見た目はもう非常にこうボコッと太くしてるっていう、はいはいはい、大体そんなイメージで、うん、ゆっくりとワインドダートさせる、でもボトムで立つってなると、なんかおのずと、うん、おのずとですね、こういう形に決まってきましたね。あ、まあ、そういうのってたくさんのルアーをいじってないとなかなか、ね、結びつかないから。そうですね、うん、確かに、私バスフィッシングも非常に大好きで、いろんな、本当にルアーが、まあ、釣りも好きなんですけど、何よりもルアーっていうものがすごく好きなので、いろんなルアーを改造したりだとかっていうことはもう本当に小学校の頃とかぐらいからやってたんでですね、本当にそれはいろいろ見てきましたね。なるほどね。今生きてるんだろうなと思うことはやっぱり多々ありますかね。いやー、おかげさまでね、本当にちょっともう根がかりのしにくさ一つとってもすごいルアーできたし、うん、これはね、ぜひ見てる方はね、このトリプルフックがついたプラグをそこに、荒根の底に沈めるってのは本当に勇気がいると思うんです。いや、言いますね。思うんだけど、本当にね、もうジグヘッドのワームに比べたらもう数倍根がかりしないので、勇気持って、うん、攻めてほしいんです。でなぜかというと、ワーミングじゃね、絶対出ない結果出るんですよ、こういうのって。あ、それはもう間違いないと思います。これはね、本当にね、やっぱりこういうものの強さっていうのは逆もあるのよ。ハードルはじゃびくともしない、ソフトルはもうこうシェイキングしてそこでこう揺すってるだけ、あるいはもう置いたまま放置してるだけでないと釣れないなっていうタイミングもね、うんうん、バスだけじゃなく海の魚もあるので、はい、あるんですけど、活性がそれなりにあるときにこういうボトムで使用するようなプラグの強さっていうのは、僕はこれは原点にミニマルがあるんです。もうとんでもない強いですよ。僕はもう数々のカサゴズ好きな人とミニマルで勝負して全部釣り買ってきたぐらい強さ。うん、だからね、もう間違いないので、ぜひ使って、恐れずに怖がらずに勇気を持って使ってほしいんですけど、一つだけ注意事項があるんですよ、泉さん、はい、これね、バスやってた方にはちょっと分かんない部分かも分かんないけど、はい、アジングメバリングから始めた人はラインが細いんです。加速するのに PE の1号 1.2 号を使えないんです。なるほど。フットって言うんですよ。なるほど。でも全ての釣りを経験した人間に P の1号やったら細なんですけど。いや、まあそうそうですね。で P の1号みたいな太い糸じゃ釣れないじゃないかっていう恐怖感と不安感がね、どうしても世の中蔓延してるようで。うん、間違いないですね。いやいや、1号は全然太くないけどな。そうなんだな、やっぱ一般的には P の1号でリーダーは 2.5 号フロロの。ああ、やっぱそれぐらいですよね。うん、それぐらいだと思う。だと実はエビコンの製品版のフックは B1 号にフロールリーダー 2.5 号だったら、フックスタックの場合はゆっくり引っ張ってテンションかけてれば、うんうん、ほとんど100パー近くフック伸びて回収できます。回収できますね。回収できます。これが基本なのを覚えておいてください。そうです、ね、フック伸ばして回収できるラインシステムでやること、うん、こうすれば悲しい思いはせずに済むし、時折35センチなんてモンスターカサゴが食ってきても取れるんですよ。そのためのルアーなんだって割り切ってほしいな、そこね。そうですね。いや、超過報告、拡散からの超過報告を見てると、やっぱりこう、アベレージサイズよりも圧倒的に一回り大きい魚ばっかり上げられてたんで。大きいんです。で、特にその、今回この1年半、2年近く、僕よりもたくさん実調テストをしてくれた人間がいるんですよ。はいはいはい。横浜の地球正文というリンクスのテスターなんですけどね、はい、まあ彼は、まあ、さっき言ったそのラインシステムの話もそうなんですけど、 P1 号とか使うんですけど、それでも取れないやつ食ってくるらしいですよ。いや、ほんとすごいですよ。で、まあ根がひどすぎるのもあるんですけどね。はい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 。奥までドーンと一気に入られたらもうどうやっても取れないんだって。うん、
なるほど、うん、だからあの P1 号にリーダー3号を使ってるんですけどね、彼はそこじゃなるほど、何かまあまあ大きくなる個体って食ってる餌も好みも違うので、そうですね、うん、こういうちょっとボリューミーな一風変わったものが来たらもう自分の出番だと思って食ってくるんだろうと思うんだけどもう最後はね、彼は、今回うちで作っ、発売になったガリンペイロっていう、まあ、畑のロットですね。え、ミディアムライトプラスだからもうほとんどミディアムパワーに近いやつです。なんか実際僕実調でブリの5キロ7キロぐらいまで釣ってるような竿なんですけどねそんな竿でやってるんですか？出ないと取れないんだって。でそういう魚をヒットさせるチャンスがこういうルアーには少なからずあるよっていうのもね、頭に入れといていただきたいなって。そういうチャンスも生まれてくるんですよ。何があるか分かんないです。あと面白かったのが、そうだな、あの以前吉澤さんから泉さんがプロットが1号ができて、あ、これアミコンの方ですね。あ、アミコン、はいはいはい。うん、釣りに行ってめちゃくちゃ釣れるっつってデザイナー泉がびっくりしてますみたいなことをおっしゃってですね、あの動画を送ってこられたんですよ。あ、ちょっとね、その動画を皆さんにも、せっかくだから、これですね。ああ、はいはい。これはあの、綺麗にダートするな。綺麗にダートするなって自分で感じてますよ。いや、もうちょっとこれね、一回ミスバイトしやがるんですよ、ちっちゃいバスが。ああ。そうです。で、もう一回同じとこに入れ直してって感じですね。お、絵の枝の下にいいとこで入ってる。もう一回食ってこい。欲しくた。っていう感じですね。はい。おそうです、そうです。まあ、あの、サイズはね、小さいんですけど。でしょ？うん。綺麗にこうダートしてるのが遠くからでも見えて、それがこうバスがチェイスしてくるのが、パッとチェイスしてくるのが見えるんですよね。もうやっぱそれがすごくて、ちょっとこのプラグおかしいなっていう、あのそのチェイスの仕方だとかですね、バイトの仕方がちょっとおかしいぞと思って。ちょっともう一本ありますんで、二本いただいてるんですよ。これもか。はい、エリコンのちっちゃいやつ、アミコンです。うわぁ、鏡面。表面こそ。そうですね。あの、キラキラしとけと思って。あ、飛ぶな。いや、飛ぶんですよ。飛びますね。飛びますよね。めっちゃ飛びますね。飛びます。お、簡単に食ってる。そうなんです。これ、この池について第1投目なんですよ。1投目なんだ、これ。いや、これ1投目なんです。この池について。とりあえず、エビコン、あの、アミコン投げてみようと思って、アミコン投げて、1投目でちょっと。まあ、ちっちゃいんですけど、釣れちゃって。アミコン40ですね。いや、でも最近、休みの日、これやるのがすごく楽しみというか、楽しくてですね。いや、ちょっとえぐいですよ。うん、バス釣りにもちょっとえぐいかもしれないです、このプラグは。バスの場合は、まあ、おちびちゃんはちょっと別としても、それなりのサイズになってるやつっていうのは、学習してるので。出ますね。あの前から僕思ってたんですけど、ワインドってめっちゃ効くんじゃないかっていうのが効きます。効くし、しかもあの40ミリっていうサイズで信じられないぐらいの幅をやっぱダートするんですよね。うん、うん、しますね。なのでバスの視界から多分一瞬消えるんですよ。あ、消える、なるほど。一回消えて、まあ多分視界には残ってるんですけど、追ってきた時にパーンって飛んで、うん、全く結構の幅があるんで、あっていう感じで、もうそこでスイッチが一気に入ってっちゃって、でもうやっぱちっちゃいがゆえに見切れなくて食っちゃうっていうような。まあ、あの、エビコンのノーマルサイズが出来上がって、はい、うわ、いけるよってなった瞬間にもうちっちゃいの欲しいなって全員が思ったやつですもんね、多分。もう別に打ち合わせしなくても、もう関わった人間全員が思い、言いましたもん。僕も思ったし、うちのテスター連中もこちっちゃいのもお願いしましょうよってみんな言ってたんですよ。いや、えぐいだろうなと思ってましたね。あの、うん、エビコンやってる時点で、これちっちゃいのあったらもうちょっとダメだろうなと思って。そうこうしてたら、あの、やっぱり、賀来さんからお話が来たんで、うん、あの、まあ、内心待ってましたっていう感じで、はい、削りましたね、そこ。はい、すでにスタンダードのサイズのエビコンは、まあ、発売されて世に出ちゃって。で、はい、アミコンの方は多分来年の春に間に合えば OK かなぐらいの。そうですね。はい。
できれば年末頃に出てくれたらもっと嬉しいなぐらいの感じだと思うんですけど、まあ、はい、頑張ってますこれはもう豪になっちゃって、今からカラーかな、今金型を、やってるところですね。金型やってるところですね、この段階で視聴者の皆さんにね、一つだけ間違えないように思っていただきたいのは、スタンダードエビコンはね、やっぱり相当ボトムを取るプラグです。で、ボトム取ってこそ今までにないジョーカーが出てくると僕は思ってます。で、これびっくりするぐらい着水から巻き始めてもめちゃくちゃ釣れるルアーなんです、実は。もうシーバスがいるとこ行ったらもう全部壊れちゃうぐらいね、非常にシーバスの反応もいいんです、うん。で、例えばサバとかメッキとかもね、まあ、メッキも去年の夏にね、ちっちゃいメッキですよ、こんな。20センチあるかないか。それがノーマルエビコンにかななって群がってくるぐらい、ピッ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 ダートさせながらやると、他の、いろんなプラグでそのメッキを3人ぐらいで釣りましたけど、すぐ擦れるの。すぐ擦れるのに、エビコンのシェイキングリトリブだけはね、ずっとついてくるんだ。途中であれターンしてどっか行っちゃうじゃん。はい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 。あれじゃないんだよね、エビコンの場合。なんだろう。だから、ね、着水からのただ巻き、早巻きでもいいし、シェイキングリトリーブでもいいし、いわゆるトゥイッチかけながらのパーンパーンとワインドでもいいし、そういう使い方も当然してほしいんですけど、それで得られる超過っていうのは、他のプラグでも可能なんですよ。ところが、他のプラグじゃ絶対に攻めることができないガッチャガチャの荒めのところを舐めるようにスローに釣ったらないんで、唯一無二なの。だからそういう使い方ぜひしてほしいんですけど、アミコンどうなのっつったらそうじゃないんですよ、アミコンは。そうですね、はい。ですよね。アミコンは違うんです。アミコンは違うんです、はい、アミコンは無理にボトムを釣ろうとする必要ないっていうか、そういうルアーじゃないです。はい、アミコンはね、普通にメバル釣るときの新編のイメージで使ってもらった方が、ファーストシンキングの新編だと思ってもらった方がいいです。ボトムプラグだとあんまりね、アミコン意識しすぎると、ちょっとでも風があったり流れがあったりしたら沈まないですからね、アミコンはもっと。そうです。そうですから。ノーマルエビコンよりもアミコンの方がすごく釣り手のコントロールでピーキーに動いてくれるんです。はい、そうです、そうです。素晴らしく細かいことできるんですよ。だからあれは表層直下中層ですっごいいろんなことを想定して操作しながら釣る。つまりね、あれですよ、スネコンのチビがあるじゃないですか。はいはい、スネコン50。あれと双璧のようなテクニカルなプラグですよ。あ、確かにそれはアミコンは思います、はい、ですよね。いろいろできるんでですね、本当に。例えばどんな感じですか。私は、もう私、バスで使うときは基本的にもう、フォールとかを入れずにトントントンってやるんですけど、うん、ただ、ボトムを見てる見えバスとかがいるときは、あえて何センチ、まあ、1メーター横とかぐらいにボトムにつけておいて、うん、まあ、エビコン的な使い方ですよね、それは。エビコンみたいに、ちょっとボトムにつけて、揺すってあげて、気づかせて、目の前に来たときに、パーンって跳ね上げて、リアクションで食わせたりだとか。はいはいはい。あとはやっぱり。そうですね。あとやっぱりこのエビコンよりもフォールがゆっくりというか、結構アミコン拡散こだわられてたのはフォールのスピード。うん、フォールスピード。フォールスピードは結構こだわられてたじゃないですか。うん。なので、間っていうんですかね。落ちていく、漂いながら落ちていく間っていうのがすごく使いやすいというか、見せやすくも逃がしやすくも起きやすいっていう、すごく絶妙な。ウエイトを軽くするだけのジグヘッドワームじゃ、出せない。フォールスピードは同じでも、ボトムまで着底する時間が同じであったとしても、やっぱりね、うん、プラグの方がね、浮遊感があるんですよ。出ます、出ます、出ます。そう。そう。そうなんですよね。全然違うの、そこは。そうです、そうです。で、それが超過にね、つながることが多いっていうのが、やっぱプラグの力なので、そこをイメージしていただきたいですね。それと、今、うん、泉さんがおっしゃってた、ボトムからパンって跳ね上げたときに、ドカーンとスイッチが入ったりするっていうお話があったんですけど、これ泉さん上から回るんですよ。今の下にあるアミコンをパンって上に、はいはい、一瞬にしてこう軽くスラックを作っといてパッって弾くような、そうですね、クションで跳ね上げるじゃないですか。はい、表層とか中層でもやれるんですよ。ええー、この時は竿を下から上に跳ね上げるんじゃないんですよ、
上から下へ竿を叩きつけるんですよ。バーン。意味わかんないでしょ。し下、え、下方向のじゃ、え、な、どういうことですか。巻いてきますよね。巻いてテンションかけて、はい。で、多分チェイスしてるけどスイッチ入んないなと思ったらそこで止めるんですよ。ははは。止めたらそうと沈んでいきますよね。はい。で、勝手にラインスラックができるじゃないですか。はいはいはい。そこで竿をこう上げると、ラインが張って顎が持ち上がりますよね。上がります上がります。これを一瞬にして下へパーンって叩き落とすんです。スパン、スパンキングって言うんですけど。へぇー。そうすると、巻いてきて、こう、わぶれながら来てたやつをフリーにすると、頭をちょっと下にして編み込んしてきますね。うん、この段階で竿で持ち上げると顎が上がるんです。はいはい。ここをスパンキングでスパン叩くと、カポンとなるんですよ。へぇー。このパンの直後にメバルドーンとるんです。いや久しぶりにそれがスパンキングバッチリ決まるプラグでもあるなっていうのは実は思ってるので、アミコン発売になったらちょっといろんな場面でやってみようかなと思って。あ、もうちょっと早く聞きたかったな。あいつ食ったんじゃないかなって魚が今すごい頭の中で浮かんでます。ごくしょ、短い距離でピュッとこう上下に動くって、あれフィッシュイーターから見たらちょっとどうにもならないタイミングなんでしょうね。ですよね。もう制御しようのないリアクションというか。だからもうミエバスのデカバスでもひょっとしたら効くかもしれないですね。ちょっとやってみます、今度。やってみてください。はい、ぜひ、絶対 GoPro 回しておきますんで。対談番組を、録画してるって忘れちゃってますね、もう2人。いや、そうですね。私、一ユーザーとして、なんか、拡散からいろいろ裏技を聞いてるような感覚でいます。話が面白すぎて。いやー、楽しいわ。いやいやいや。ありがとうございます。アミコンに関しては発売前なんでね、これ以上深く語っても、ちょっと熱すぎるから、この程度にしておこうと思うんですけど、はい、少なくとも、エビコンが2回目の出荷がぼつぼつ来る時期なんじゃないですかね。そうですね。来月ぐらいには多分店頭に並べることができるんじゃないかなとは思うんで。で、都合のいいことにその頃にグルーパーゲームが本格化するんですよ。あ、旗が。なるほどなるほど。うん、いや、見計らったようにありがたいタイミングですね。なるほどなるほど。そうなんです。そうですね。ボトムを釣るようには作りましたけど、水深がの10メーター以上あるとか、ちょっと流れがあるとさすがにね、底取りをしてコントロールが難しくなるので、プロモーション動画の中でもこのアゴリグ進化をねつけましょう的なおすすめをしてます。はいはい。これについてはデザイナーさんとして何か、私全くやっぱりライトゲームたしなむ程度にしかやってなかったので、あのリグを見た時に、うわすげえって思って。そうなんですよ。私もユーザーさんと同じタイミングで知ったような感じで、あ、なるほどね、こういうことをやって、下のレンジだとかボトムをより取りやすくして流れの速いとことかでも使えるようにしてるんだなっていう感じで、うん、だ特に旗となるとカサゴと違ってやっぱりどうしたってサイズがでかくなってくる、はいはいはい、まあ、下手すりゃ50とか出ちゃうので、うん、その時のね注意事項なんですけど、流れもあります、水深もあります、ある程度飛距離も出さなきゃいけないとなると、もう本当にここフロントフックを外してね、このアイに直接もう進化プラス下げるわけです。それが3グラムでも5グラムでも7グラムでもいいです。でこのプラグはね、本当に都合のいいことにね、はっきり言ってフロントフックいりません。いらない。こう底立ちルアーの場合はみんなここへ食ってくるんで、うん、で問題はカサゴクラスなら、まあ 33C ぐらいまでは取れます、リアフックだけで、うん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 、だけど35を超えてくるとフック伸ばされる危険性があるので、そういうちょっと大型の根魚を釣るときはぜひフロントフックはいらないんですけど、リアフックの強化だけ、うんうん、だけしといてください。で、本当に、ね、こういう風に立ってんで、もう水中動画もう一回見てもらったら分かるんだけどもな、ね、かかんないですから、うん、別にトラブルでもいいです、こっち。そうですね。あとね、もう一個ね、僕、皆さんにね、超やってほしい釣りがあるんですよ。はいはい。これも、フロントフックいりません。ない方がいい。で、進化もいりません。
これは水深50センチまでの斜浪のゴロタ浜でやる村添ゲーム。こういう岩がゴロゴロしてるところ。はいはいはい。で、重要なのは下が空いてること。あ、うん、こう砂に埋まってる岩が いくらたくさんあっても、はいはいはい、あの村添いないんですよ。でもこういう下が隙間があったら高確率で村添いるので、で、お天気がいい時の日中が一番、曇りとか雨の時はその岩の影ができない。なるほど、シェードにつかないっていう話。そうで、お天気がいいと影ができて明暗がはっきりすると、その岩の暗いところに自分がいるのが餌にバレないんですよ。なるほどなるほど。だから すごいね、釣りやすくなる。あの向こうも狩りがしやすいタイミングなんで、うんうんうん、お天気、6、7、8、9、10月ぐらいまでの今5ヶ月ぐらいのお天気がいい時のもうゴロタがゴロゴロして水深が1メーター以内、1メーター超えるとね、村添いはほとんどいなくなります。そんな、あ、そうなんですね。これはね、意外に知らないんだって言うんだ。だから50センチぐらいが一番いいんです、目安としては。そうなんですね。そうすると、ニーブーツ、つまり長靴入ってくる。うん、もしくはもう、足使ってもいいんだったらね、あの、普通のスパイクシューズで、うん、ズブズブ海パン履いて入ってくるぐらいのつもりで。で、危険がないところ、絶対に溺れないところですよ。はい。大技で、これこれ。で、岩と岩の間とか、もう、岩のこうガブッとオーバーハングしたところの表20センチぐらいのところに落とすんです。はははは。ポンと落としてちょんちょんってやってまた落とすんです。でフラフラしてるでしょ。はい。ドーン。あ、泉さん、あの、はい、村添がすっ飛んで出てきてガーンとミネマルに食いつく動画見たことない？え、ごめんなさい、ちょっと存じ上げないです。ちょっと見ましょう。ただ村添がどんな風にして食うかっていうのがね、あのすごくわかる動画があるので。こんな浅いところっていうのもちょっと正直びっくりですね。すごいですよ。ここ見ててください。で、もう合格でいいですか？よっしゃ。うわっ。え？よっしゃ。ね、リアフックでしょ？リアですね。リアですし、めっちゃ。リアしか狙ってないんですって。めっちゃ早っ。ほら、50センチぐらいしかないでしょ、水深。いやいや、土砂漏ですね。土砂漏。ゴジラ。大きい。わ、面白そうですね、この釣り。面白いですよ。こんな場所でもいいし、本当にゴロタ浜へ出て行ってもいいし。はあ。なるほど。やっぱお尻の動いてるとこ噛みついてくるんですね。もう、ね、あの、もう一回見といてほしいんですけど、沈んでそこで立ってお尻がゆらゆらしてる状態で、もう相手はフォールの段階で見てるので、見てるんですね。ついてちょんとやって、ほらフラーっとしてるでしょ、フラーって。はいはいはい。うわうわすごい、このバイトすごいでしょ。いや、これ見え、いや、やばいですね、これ。ちょっと見ちゃった。いやー、マジか、こんな釣りがあるんだ。こんな釣りあるんですよ。やばいでしょ。やばいですね、これ。ちょっとめっちゃ面白そうじゃないですか。せっかくエビコン作って専用品なんだから。もちろんそうですね。確かに。大得意ですよ、あの手の釣りが。確かにそうですね。で、ね、顔が、頭でっかち、顔平べったいから、ほんと寝かかり しないし、うん、もう、バンバンおびき出せますから、あの系の魚を。うん、もう、ぜひあれやってほしいですね。せっかく、あの、業界の中に村添い専用のプラグなんてものないわけなんで。いや、書いちゃえばよかったですね。ほぼ専用品に近い、専用品なんですよ、もう。専用品ですね、これは。だってそう思って作ったんですから。なるほど。うん。いや、そうですね。結果的な河川地のも釣れますけども、当然、あの、アナジャコとかね。はいはいはい。そういうものと同じ動きをしてくれるわけですから。でも、いいな、であんな浅いところで、まして水のきれいなところでサイトで見ながら、いやいや、めっちゃ興奮するじゃないですか、あの釣り。あれをね、右に大きな岩、左の大きな岩、それをこっち正面からその岩と岩の真ん中、はい、両方か、この間が1メーターあるとします、はいはいはい、1メーターじゃない、80センチとしました、うん、真ん中の40センチとか落としたら、
両側からバーン出てきて、でお互いがおおってびっくりして帰ってくっていう。すっごい。交通事故ですね。本当に鼻血出るよ。うわー、ちょっとやってみよう。それた、うわー、あんな世界があるんですね。鼻血出る。もう面白くてやめらんない。いやー、確かにこれ、あの釣りは、エビコンのふわふわ感あった方が絶対誘えますし。絶対誘える。争いゲーム新時代の到来を視聴者の皆さん、僕が期待ます、期待してますからね。なるほど、なるほど。鼻血出ますよ。面白すぎて。そこから来てたんですね、あの3つの最初の、あのコンセプトっていうの案が。そうです。なるほど、つながりました、つながりました。そこさえやれば、もう、笠子、畑、村添い、黒鯛、きびれ、で、全部やれちゃうんで。そうですね、うん、どうしてもね欲しかったですよ。いやー、よかったです、そういったものが形にできて。ということで、そろそろ締めにかかりますけど、はいはい、こうやって期待したものがこうやってね、ブルーブルー泉さんの手も経て、もうまさしく本当にもうドンピシャのこのフォルムと、機能とギミックを備えて出来上がったんですよ。もう言うことないです、僕からすると。いや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 。本当にすげえもんできたの。あとはどれだけたくさんの方がね、あの理解して楽しんで使ってくださるか。そうですね。ね、業界を牽引されてる拡散とこういうふうにお仕事ができて、ましてやその拡散が求めてたものをちょっとこういうふうにやっぱ形にできたっていうのは、自信にも、個人の自信にもやっぱつながりましたし、本当にいい経験、いい勉強させてもらったなと思って、また、エビコン、アミコンに限らずですね、その、拡散の中にある、面白いプロダクト、なんか、なんていうんでしょうね、イメージとかあれば、次のアイデアとかもですね、ちょっとご相談いただければと思いますんで。はい、わかりました。はい、もっと面白いものを世にで、リリースできればなと思いますんでですね。はい。はい、今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。